どうもシャープンです。今回は、デイリー積み立てガチャが今日から引けるようになったということで、本当は今日の0時というか、最速で引こうとしたんですよ。去年と一緒で生放送で。引こうとしたんですけども、アガットやって勝てなくて、小町の強さに気づいて超級勝ったけども、フーが勝てずに、もうちょっと嫌になってお酒飲んだら寝ましたね。すいません。そのまま、ぐっすり行ってました。で、今朝超級フー勝ちました、このパーティーで。ルナのバフが強かったっていうので、ちょっと動画で、デイリー積み立て引いていこうと思います。50円ですね。無料50円、やっぱ聞こえはいいんですけど、やっぱり内容というか言っても無料だし、そこまで期待せずに、いっぱい引けてありがとうぐらい思っておこう。結局限定対象も30連目からだから、最初の10連20連はまず確定出ないですからね、多分。でここでルナとか引いたら本当に笑顔になっちゃうよ。てね、デイリー積み立て引くときはね、ちょっと期待するんですよね。去年も本当にこの時間は楽しかった。おでも最先、ロバーツ王将くんだっけ。王将くんじゃねえな、芝将だ。10連目にしてはなんかこの辺爆芝ありえるからな。まだ抑えていいよ。非限定は誰がいいかなと。結構最近持ってるんですよね。タンポポとかも別にやっと引いたし、この前の初ゲット確定で、もう古めで持ってない非限定のはだいぶなくなった気がする。もう最近ガチャいっぱい引いてるからな。もうなんかほんとサクッと引きすぎて、イベントごとにしっかり引いてるからね。もう本当に年末にね、課金の額とか計算するんですけど、うわぁ怖くて仕方がない。こんな使ってたんだっていう。こっからでしょ。まだか。こっからに頼むよ。今のさらっと爆死したよな。いや、触れることないから流したけど、今さらっと行きましたよね。はい、スマッシュ止まったらマジ熱い。ギャーやだ。こっからっすから、こっからこのガチャ本勝負。ルナ来い、ルナ。マジで今一番欲しいのルナ。最近の新限定、なんかピリカはね、単発で引いちゃったんですよ、この前。水の遊園で寝起きで。そんな感じでルナ出てきてほしいんだけどな。本当に、アンドロメダとかもいいんですけどね。ピリカがちょっと一番使い道に困ってたというか、団員すれば終わっちゃったし。だったら違う属性限定。おっと、夢がねえな。おお幕末限定出るんだ、ちゃんと。出てきてくれたな。ちょっと最近使ってないですけどね。あと、こっちが輝いた瞬間、あったんですかね。ワンチャン重心かこっち別行きそうだな。多分今年はないと思う。来年の D バーク。来年の D バークじゃない。まだ決まってないですけど。来年かなっていう。はい。頼むぞ。ラス。そうそう。もう、ハゲるんですよね、これ。マジで違和感がすごい。頭のやつも最後の方。やっぱりガチャもね、最後の方、頭の方に当たりが残ってると思うんで、これが最後のやつですし、多分ここに限定がパンパンに詰まってるだろう。ルナ、ルスさん、おい、そんなうちあるか。つまらんつまらんかったと何も言うことがなかった最後。こんなもんですよ。では限定ね、引けてるだけ全然いいんですよね。これなんならいい方かもしれない。限定、ちょっと正直収穫という収穫は幕末、確か2体目とかだった気がするから、重心化の時、ちょっと楽しめそう。スマッシュも好きだけど、ちょっと今年のキャラクターでもないしな。いや、でも、爆死多いな。30連分爆死したどうなんだろう、これ。ってので、デイリー積み立てでした。で、ちょっともう一回やりたいことあるんですけども、おにゃんこぽんが欲しいです。ただ入れたとはいえ、やっぱり10連分にしておきたい。ニュース見たいっすね。あさってだし、結局。マジでね、強い。見てる感じ、動画とか、評判とか。結構僕、低難易度の周回キャラクターいなかったからな。結局、毎月、覇者党とかやりますからね。おいおい。おっさん。びっくりした。よかった。フランクにかと思った。オフィリアオフィかい。艦隊できた。
いや、使ってますよ、今。ちゃんと厳選して。すぐ1000系ぶっ込みましたけど、まあ29国で。これからオフィリアアルファ3体と寝ようか。楽になるな。だから、こう偏るかね。マジで本当にごめんなさい。最初爆撃弱いって言って。絶対バチ当たってると思うんですよね。お前クロス爆撃舐めてんだろうって。ということで、今回はデイリー積み立てガチャと10連だけ引いたら、新確定引いて偏りました。改めて、クロス爆撃のこと悪く言って申し訳ありませんでした。よかったらコメント欄か皆さんのデイリー積み立てガチャの結果とかありましたら教えていただけると嬉しいです。あと、ついでにチャンネル登録もしていただけると、こんな感じで動画投稿頑張っていくんで、よかったらしていただけると、モチベーションつながりますんで、よろしくお願いします。高評価もぜひ。では、ご視聴ありがとうございました。さよなら。たおしげ。あ。逆光がすごいな。ジャック・ザ・リッパー登場だけど、ちょっと最後、1連だけ聞かして。本当にルナが欲しいんだよな。実は裏で星玉回してしまったが、はい。何の成果も得られませんでしたと。12時になり、なった瞬間、はい。この無料分で来い。まあ、この無料10連配ったからこそ、豪絶ではめるよっていう、隠喩暗喩違うな、多分。実はアナスタシアが欲しいです。もう一体。無料分でした。卒業もしますからね。おにゃんこぽんとか。おにゃんこぽんまだ実装から1年ちょっと。まあ、ペースも今回上がってるんで。1年ちょっとで卒業はマジで早く感じるわ。一瞬な気がするもん。2位、金太郎。隠れ強キャラ。オーディン。まあ、隠れ強キャラ続くな。限定来い。ちょうどこれ今1万円分だったか。50個で。ふふふ。ちょっとスパイファミリー分が残ってましたからね。あれを早期撤退できたから、今だいぶ引けてるか。V 字。おわっ終わったかと思いきや。あ、逆にこれ撤退したくなっちゃったな。2体目。マジで欲しかった。覇者塔のあれもあったし。裏覇者なくなったからちょっと頻度並走なんだよな、こっち側。まあ、毎回神殿周回するときにこのスライドする手間なくなった、とりあえず。いや、贅沢言えん。動画作ります。